ローソンならではの防災グッズになると思う。しかも、あ、そうなんだってみんななるやつ。日本でもトップクラスのものがローソンで手に入る。隊長。はい。後ろ見ていただいて。お。わかりましたか。お。なんで回してきた。ローソンね。ローソンね。うん。前のセブンイレブン撮ったんですけど。うん。ああ。あの防災グッズね。セブンイレブンの。私が好きなコンビニ、はい、ちょっと申し訳ないですけどローソンです、ね。あ、なるほどな。僕好きなセブンイレブンやったから。あ、今日は今からローソンね。はい。ある防災グッズ。はい。もう被災地でなくなるやつあるのかどうか。はい。まあローソンならではのねあったらいいけど、ちょっと一回行ってくろ。お願いします。はい、ちょっと待っとって。はい、すぐ戻って。はい、ローソンといえばこれでしょってやつは、もうベストのやつもそれでいいだ。ちょっと時間かかった、はい、ごめんね。大丈夫じゃあ戻ろうか。はいはい、それではローソンならではのもう爆売れ防災グッズを選んできましたと。はい、早速紹介していきたいなと思うんやけど、今回ちょっと最後ら辺に話すやつがもうローソンならではや。これは、ローソンならではの防災グッズになると思う。しかも、あ、そうなんだってみんななるやつ。意外と忘れがち。もうここポイントね、はい、じゃあ早速やっていこう。まず一つ目、はい、ソフィー肌重いやったっけ。正解です。なんか、CM でやってるよね。ありますね。はいはいはい。これね、あのセブンイレブンの防災でも選ぼうかなと思ったけど、ちょっとね前の企画とかでもコンビニでこれ紹介してんねん、はい、けどローソン入った瞬間これが迎えてくれたからちょっとこれを選んでみましたと。はい、はい、あのね、生理体験 YouTuber ってたまにちょっと言われたりするぐらい生理体験のね、あの経験を僕したことがあるんですけど、まあその動画はまだ見られてない方見てください。あのこれ男性に向けて言ってるからね、男性。はい、もうこのソフィーの肌思い、まあ生理用品、あの災害時にやっぱ支援物資としてなかなか到着しないと。で、東日本大震災でも能登半島でもすごく必要になった一つで、まずコンビニからなくなる一つとも言われていますと。西、はい、ちょっとあのこれはセクシャルハラスメントに該当するかわからへんけど、答える範囲で答えてくれる、はい、もし地震が発生しました、その時生理被ってます、はい、どうする。我慢できんの。生理あの血出さんとってって言われてもだ、そうなんできる。無理です。無理やん、だって体の現象やんか、はい、どうすんのほんまに。用意してなかったらやっぱこういうのは絶対あった方がいい。もちろん。だからこれがもし西のパートナーとか、はい、まあ、西の大切に思ってる人がこれ防災グッズに入れときって言ってパンって用意してくれたらどう。キュンキュンなってる。なんか古い古いごめん古かったまあまあけど、そうやってあの女性のことを考えたり自分の大切な人を考えると、まあ、こういうのを用意しとった方がいいんじゃないっていうのは参考にしてほしいなと思う。ほんでコンビニとかみんなね、意外と生理用品っていうのは防災グッズに忘れがちやねん。忘れがちなものからやっぱコンビニとかでなくなっていくから、あ、買わなってなる、はい、買いに行かな、すぐに。もうコンビニとかも初日逃したらもう次の日稼働してくれんからね、はい、初日バーンって地震になりました、その時にはまだ働いてる人がおるから、はい、これ譲ってくださいとって言ってもうすぐに売り切れてしまうと。けど、うん、なんかこういうのって意外と忘れがちで、絶対に用意しておいてほしい。うちの一つかな、はい、はい。じゃあまあこれと同じ現象が発生します。はい、じゃあね、次、いやデリケートウェットシートっていうのがローソンあって、はい、トイレに流せるやつやね、はい、トイレに流せるって言っても、まあ大地震が発生しましたって言っても流さへんねんで、流さへんけど、こういうデリケートあのウェットシートっていうのはあって損はないかなっていうところ。まあこの、はい、こっち生理用品がもうすぐに爆売れっていうのですぐになくなる、被災地では絶対すぐなくなる商品として、まあこれも一応紹介しておこうかなと。別にこれは補足、うん、はい。じゃあね、いくよ、今からいくよ、はい、じゃーん、はい、乾電池。これはねコンビニで忘れがち、はい、ですぐになくなる。乾電池本じゃ西も4つ用意してたとするやん、これ、はい、今から巨大地震1週間です。で、地震震度7発生しました。おそらく被災生活も1週間から2週間ぐらいかかるんじゃないかと。電気も復旧、いつ復旧してくれるか全然わからん、はい、ってなった場合4本で足りる？心配ならへん。なります。この不安な心理状況が乾電池買いに行かない、あればも買うっていう現象はみんななってしまう、同じ現象が、はい、ってなるとすぐになくなってしまう。だから乾電池を買いに行こうとしてもなかなかたどり着けないね。こういうのは今4本やろ、はい、俺は4本入れを買ってん、はい、みんなが買うべきは
8本になってくるね。8本入りもしくは16本入り、はい、っていうのをまずはもうコンビニで乾電池はすぐなくなるから、それをね確かセブンイレブンの防災グッズで、紹介した時も乾電池いるよっていうコメントをしてくれた方おんねん、はい、あだからそれは本当ありがたいなと思ったんで、もう乾電池はマジですぐなくなる一つやから覚えておいてください。はい OK。 じゃあねローソンならでは商品いっちゃうよ、はい、いい心の準備できた、はい、ネット注文する準備できた、はい、ないコンビニローソンにネット注文ないな、はい、まず一つ目これ、はい、非常食、はいはい、お米です。このお米のいいところが佐藤のご飯知ってるやろ、はい、佐藤のご飯あの食べる機会ないやろ西ないないやろ、まあ男性とかやったらよく食べる機会あんねんけど、部活の時とか 200g で何ぼやったかな200円ぐらいすんねん、はい、けどこれローソンに出してるこのオリジナルのブランドのやつは、はい、250g 入って150円、安いねん、はい、おにぎりとかあれ何グラムよあんな足りひんねん賞味。これはだから中高生のお子さんがいる親御さんとか、うん、あの夫婦とパートナーで旦那さんが若いよく食べるっていう方は、はい、もうマジでこれすぐ買っておいた方がいい、はい、うん、ほんで食料っていうのは一番何が大切かというとローリングストック法ね、普段から食べれるもの、普段からねいきなりほんじゃ1000円のものを食べれる、非常食として1000円のもの食べれない、なだからこういう150円とかやったらさ家に備蓄として置いといて、はい、あ賞味期限近づいてきたな食べようで食べれるやつやん。でこれはもうだいたい1年半ぐらい持つわ、はい、今から買って、はい、だからまあおすすめやねこういうの。ラストローソンならではって言ったやん、もう今までのほんじゃオリジナルパッケージ含めてローソンならではかって思った方多いと思うねん、はい、はい、ローソンならではのやつ出すよ。じゃーん、これねピンときたかな、ピンとくる人はすごいローソン大好きやと思う。あの無印良品とのコラボ、うん、で無印良品ってどこのコンビニ置いてるかというとローソンのみやねん。そうですね、ローソンのみで俺無印良品 の, あの専門の防災グッズの紹介やってんねんけど、はい、あの時にも紹介してんねん。この日本でもトップクラスのものがローソンで手に入る、もうこれは備えておいて損は絶対ないから、うん、まず西これ食べたことないやろ、あの、うん、エビクリームカレー美味しそう、あのプラウンマサラって言うねんけど、こんなんよう覚えられへんから、まあ、エビ の, あのクリームカレー、はい、めちゃくちゃ美味しいから、もうみんな大好きやと思う無印良品のこういうカレーとか、食料もうトップクラスやで。これ普通に店であのかっこいい、なんかかわいいおしゃれな盛り付けされて出されたら普通1000円足してるもんな俺絶対。確かにこれ300円、ほんまに恐ろしいよね、はい、無印良品さんもありがとうございますっていう、大好きですと。こんなんを防災とかで、まあ、すぐなくなっちゃうから言うたらな、正直あんま美味しくないカレーだって支援物資としてもらったりすんねんな、ありがたいねんね、もちろん、はい、もちろん用意してない人が悪いし、支援してくれてる皆さんの気持ち、まあ僕も支援行ったけど、あやっぱその気持ちに一番嬉しいってやっぱ被災された方は言ってくれるからね。けどやっぱな、美味しいの食べたいで、まあコンビニで何がなくなるのっていうと、こういうやっぱり人気なものはどんどん一瞬でなくなっちゃうから、買いだめしちゃうもんな。俺がもしコンビニで何も用意してなかったらもうこれ10個ポン、はい、被災したら、まあこうやってすぐなくなるし、マジで美味しいからこれ、はい、食べてみてほしい、はい、うん、はい、ということでね、以上で、ローソンのベスト防災グッズっていうのを、まあ、ちょっと紹介してきましたと、はい、なんか質問ある？質問じゃないんですけど、うんうん、体調はちょっと流してたデリケートシート、うんうん、これは女性からすると、うん、もう着眼点はめっちゃ最高。そうなん？なんか、まあまあ、うん、まあ、それこそ生理の時とかの不快感をこう取り除いたりもできるし、うんうんうん、このまあセットで準備してるたり、うん、まあ、そういうのを男性が、うん、考えてるとっていうのは本当にありがたい、ね、ありがたい。ちょっと男性のポイントアップする？します、します、はい、世の中の男性今から聞いてください。あの本当に女性は喜んでくれます。これ今揃えたの多分400円もかかってないね、はい、コンビニでこれで女性喜んでくれるんだろ、自分の大切なパートナー、はい、めちゃくちゃ安いやん。もうこれだけでね本当にいいから、世の男性の方、今の西の本音を聞いてください。けどほんまにこれを持ったとしても、言うたらこれでん、じゃあ俺が生理体験した時にジェルつけられて、うんうんうん、ジェルやで、ウェットジェルやで、はい、髪の毛のもう最悪やったらパリッパリやし、これどう拭くねってなった時にやっぱウェットティッシュとかウェットシートっていうのは必要やったから、
一応買ってみてんけど、はい、こんなに好評とは思わなかった。逆にね、実際これを用意してもらうって当たって、じゃあなんか何センチとかあるからね、はい、それはパートナーが何センチ買ったんやとか、羽付き羽どうなんみたいな聞いて、ね、話すと、まあ、それだけでもね、はい、本当に、うん、いい関係性は築けるのかなと思うし、防災って自分のためっていうよりかは自分の大切な人をの笑顔を守るために僕はすべきものかなと思うんで、はい、まずはそれを、参考にしてほしいなと思います。はい、ということで今回の動画はね、ローソンならではの防災グッズっていうのがね、突拍子やったけど、なんだろうな、うん、改めていいなって思った。うん。なので、皆さんの防災の参考になればなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。よかったと思う方は、いいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を。助けるために。大腸。おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。